皆さん、こんにちは。これより、社会福祉法人の運営についての第三部の説明を行います。本資料では、令和5年度における横浜市健康福祉局所管の社会福祉法人の運営について、新制度のご案内や注意点等をまとめております。法人運営のご参考としてください。第三部では、 令和4年度の財務諸表等電子開示システムにおける主な差し戻しの事例を紹介します。最後に事務連絡がありますので、合わせてご確認ください。令和3年度の財務諸表等電子開示システムの届出では、入力に誤り等がある法人が多く見られました。記載のある5つの事例について紹介していきます。事例の1つ目は、 理事、幹事の任期についてです。現況報告書の3の5理事選任の評議委員会議決年月日または3の3幹事選任の評議委員会議決年月日と任期の式が異なっているものがありました。評議委員会の議決日が任期の式、つまり起算点となります。なお、就任日は 本人による就任の承諾があった日になります。ただし、この場合において、承諾の時に、理事、幹事の任期が開始していない場合は、任期の開始時が就任日となります。事例の二つ目は、報酬等の計算上の特例についてです。これは、3の12理事、 全員の報酬等の総額、全会計年度実績と計算上の特例3。3-11、理事報酬等の支給形態の記載が整合していないものです。3-12、12理事、全員の報酬等の総額、全会計年度実績には、実費相当の旅費または、費用弁償を除く理事、全員の報酬等を記載します。なお、報酬等には、 理事の職員給与も含めますただし職員給与を受けている理事が1人であって個人の職員給与が特定されてしまう場合は1の特例ありを選択し当該理事の職員給与額を含めずに理事報酬等の総額を記載してくださいなお職員給与を受けている理事が2名以上いる場合は特例を適用できません 職員給与を含めた、理事、全員の報酬等の総額を記載してください。事例の3つ目は、国庫補助金等特別積立金取り崩し類計額についてです。次の3点が、誤りが多い点です。1点目は、前年度と同額を記載しているものです。ただし、対象固定資産の減価償却が全て完了している場合を除きます。 2点目は、当該年度の、国庫補助金等特別積立金取り崩し額と、同額を記載しているものです。この欄は、取り崩しの累計額を入力する必要があります。3点目は、マイナス表記などの異常値を記載しているなどの事例がありました。国庫補助金等特別積立金取り崩し、累計額には、法人設立時からの、 国庫補助金等特別積立金取り崩し累計額、つまり、各年度の事業活動計算書の国庫補助金等特別積立金取り崩し額の合計を記載します。具体的には、計算書類の付属明細書、別資産の8、基本財産及びその他の固定資産、有形、無形固定資産の明細書の F ラン、減価償却累計額の 内国庫補助金等の額の基本財産及びその他の固定資産系の額を記載します事例の4つ目は社会福祉充実財産についてです社会福祉充実財産は全ての社会福祉法人が公平かつ簡素に算定することができるよう1活用可能な財産から2社会福祉法に基づく事業に活用している財産 3. 再取得に必要な財産。4. 必要な運転資金の刑である控除対象財産を差し引くことで、算定することと定められています。この控除対象財産のうち、社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等の判別で、特に誤りの多いものは次の通りとなりますのでご留意ください。1点目は、流動資産の建て替え金です。 これは最終的な使途目的が不明確な財産となることから控除対象とはなりません。2点目はその他の固定資産の退職給付引き当て資産です。これは活用可能な財産を算定する際に対応する負債の退職給付引き当て金が控除されていることから控除対象となりません。3点目は○○積立資産です。 これは、死と目的の定めのない財産であることから、控除対象とはなりません。ただし、障害者総合支援法に基づく就労支援事業による、工賃変動積み立て資産については、この限りでありません。また、国や自治体から補助を受け、または、寄付者等の第三者から、死と目的が明確に特定されている寄付等の拠出を受け、 設置された積立資産等については控除対象となります。事例の5つ目は、法人単位の計算書類の不備についてです。これは、法人単位、資金収支計算書の予算額が空欄になっているものが散見されました。また、法人単位、資金収支計算書などの公開用計算書類を一度作成した後に、 計算書類シートや内部取引シートを修正した場合、公開用計算書類をもう一度作成しないと、修正内容が計算書類に反映されません。修正した際は、計算書類サマリシートの手順4、公開用計算書類の作成から公開用計算書類作成を謳歌して、計算書類を再度作成してください。 以上で財務諸表等電子開示システムにかかる主な修正の紹介を終わります。最後にその他事務連絡でございます。次の資料を横浜市のホームページで公開しておりますのでご活用ください。1つ目は横浜市健康福祉局監査課作成の社会福祉法人運営の手引きです。各種手続きの 概要やポイント解説、参考様式集、標準的な事務フローを記載しております。2つ目は、自己点検表です。指導監査で、指摘の多い項目を中心にまとめています。定期的な自己点検を行うなど、適正な法人運営を行うためにご活用ください。また、横浜市の電子申請システムを利用したアンケートを実施しております。 今後の社会福祉法人説明会の開催の参考としたいので、ぜひともご協力ください。令和4年度の社会福祉法人の運営にかかる説明は以上です。長時間にわたり、ありがとうございました。